ラ様、勘弁してください。ええから、ええから、ナギはほんまええ子やな。あ、いや、許して。そろそろ。あかん、まだまだ足りひんよ。だよ、羨ましいか。カズト、一人で何ブツブツ言うとるんや。おかしなやっちゃな。いやー、今日な、朝からむっちゃ忙しかってん。で、なんとか仕事は終わらせてんけど、うちの心はすさんでもうて。おおきに。そんで、人のぬくもりを感じたいなーって思ってたら、たまたまナギが通りかかって。通りかかってしまったんです。こうしてナギに協力してもらってるっちゅうわけや。協力させられてます。にゅふふ、気持ちいいな。最高やな。カズト、やっぱり羨ましいんか。男のやきもちはかっこ悪いで。シア様、隊長がおっしゃる通り、自分はとても困惑しております。ええやんか、別に減るもんやなし。そういう問題ではありません。それに、その私などの足ではシア様を満足させて差し上げられないのではないかと。なんでそんな風に思うんや。うちこうしてるとめっちゃ幸せやねんけどな。私の足は筋肉で硬いでしょう。このようなことをしてもそれほど気持ちの良いものではないと思います。
もし膝枕をご所望でしたら、私よりも沢の方が適任なのではないかと。なぎ、自分そないなことで悩んどった。シア様、動かないでください。くすぐったいです。もうかわいすぎるわ。そんなん気にせんでいいんやで。あ、やめ、シア様、くすぐったいです。ナギの太ももは柔らかくてめっちゃ気持ちええで。うにん、ほんま最高や。うちの部屋の枕になってほしいくらいやわ。恥ずかしいです。あ、部屋に来てくれるんやったらせっかくやし抱き枕の方がええな。抱き枕ですか？それは一体。寝るときにうちにギューって抱っこされる役目や。じっと寝てるだけでええから楽なもんやで。どうやろか。どうって、さすがに女同士でそれはどうかと思います。この膝枕だって恥ずかしくて死にそうですのに。何言うてんの。きっともっと心があったこうなって幸せな気持ちになれるはずやで。うちなんか想像しただけで。どうしよう、たまらんわ、ほんま。うちもう我慢できへん。私は寝相が悪いのできっと難しいかと。大丈夫や、うちは頑丈やからナギがちょっとやそっと暴れてもなんともあれへん。しかし同じ寝台で寝るとなると布団を奪ってしまい、シア様がお風邪をひいてしまうかもしれません。それこそほんまに大丈夫や。うちの心も体もナギを抱っこしてたらポッカポカやもん。大長、黙って見ていないでいい加減助けてください。当たり前です。どないしたん？別にハメ外してるつもりはないねんけど。十分に外れております。
ことやったらしゃあないな。なぎ、はよ膝ちょうだい。膝枕からは逃れられない運命なのでしょうか。あまり力を尽くしてくださってるようには思えないのですが。隊長、声が裏返ってます。仕方ありません。はい、どうぞ。と言われましても。ついさっきまでは特になんもなかったような。そうですね、自分はシア様のこと騎兵を率いる者として尊敬しておりますが。そんなん、うちかてナギのことはよう仕事のできるしっかりした真面目な子やなってずっと思ってたで。そんな本当ですか。うちそんなことで嘘なんかつかへんよ。ありがとうございます。どうしてでしょうか。私は膝枕を押しただけですので。何言うてんねん、カズトが教えてくれたんやんか。そう、仲良くしたけりゃ肌と肌と触れ合わせたらええってこと。手取り足取り教えてくれたやん。つまりうちはナギに膝枕してもらおうたからこうして仲ようなれたってわけや。肌と肌、手取り足取り、どういうことでしょうか隊長。なんや、言うたらまずかったか。そういうもんなんか。で、この状況で時間を稼いでも互いに何も得るものはありません。隊長として部下にはしっかり事情の説明を。になって可愛いな。な、
なんで？だって間違ってへんやろ。ナギはカズトが好きやから怒ってんねやな。そのようなことはないっていうにはちょっと無理がある思うけどな。まあカズトを見とったらナギがやきもち焼いてまう気持ちもようわかるけどな。やきもちって私はそんな。まあまあここまで来たら腹割って話そうな。よしよし、えーこえーこ。まあしんどいかもしれんけど、惚れた相手が悪いと思った方がええやろな。それは分かっています。隊長は義の種馬なのですから、あちこちに良き人がいらっしゃるのは当然なのでしょう。何か間違いでも？まあまあ、ナギもそのくらいにしといたり。カズト小そうだって思ってるで。申し訳ありません。あのな、ナギ、確かにカズトは義の女の間をふらふらと渡り歩く糸の切れたタコのような男や。はい。やけどそのタコはちゃんとみんなのとこに泊まってくれる。誰か一人をひいきするようなことはせえへん。それはそうかもしれませんが。うん、やからナギも甘えたければ他の子を気にする必要はないと思うで。私は別に甘えるなどとそのような軟弱なこと考えては。は硬い、硬いわ。やはり硬かったですか。ちゃう、太ももやない、頭や。その小さい頭の中はカッチンコッチンや。そういうとこもナギの魅力なんかもしれへんけど、そのままじゃあかん。柔らかくなるよう、うちがほぐしたるわ。ほぐすって、頭を揉んでくださるのですか？なに寝ぼけたこと言うてんねん。そうやなくて、うちと仲良うせえへんかっちゅうことや。仲良くですか？そういうことなら、こちらとしては願ってもないことですが。はい、だって仲良くでしょ。一緒にお食事をしたり、お買い物に行ったり。ひひ、そしたら早速、今日の夜は二人でウフフのふーでぬっぽりやな。ウフフでぬっぽり？それはまさか。体を重ねようっちゅうことや。仲良くというのはそういう意味だったのですか。そりゃそうやろな、あカズト。体を重ねて仲ようなれば、きっとナギの頭も柔らこうなる。それはナギにとってもええことやし、うちも嬉しいし、一石二鳥や。そう思わへん？
隊長、シア様に変なことを教えないでいただきたい。一体他に誰がいるというのです。まあ、あんま落ち込まんと元気出してや。仕事もぼちぼち頑張りんしゃい。うちはもう少しナギの柔らかい太ももを堪能しとくわ。失礼します。まだ解放していただけないのですね。当たり前よ。では存分にご堪能ください。うん、心ゆくまで堪能させていただくわ。スリ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 ー。